酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。侍の鎧を奪った野党かも。よくのバカが侍ごっこなんかする。相方も心得てた。本物だったらいいな。一人で五人の猛虎兵を倒してたんだ。お侍様でなくてもそれは頼もしい。戦える奴がいるってことだからな。よし。そちらの精鋭を出せ。
丸尾とやらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝出だな。誰かの飯食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通った。今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。うん、運が良かった。この前、タモンが見つかったんだ。奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれりゃな。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。槍塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃあ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。どうした、みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は。俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は。手近な者を使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。救命、ガーソン。どうしよう。どうしよう。発射役所。
ただの百姓なのに。よっしゃ。よっしゃ。騎兵、危ない。弓だ。早くかかれよ。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。どうしてこんなことするんだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。もう許して。止まれ。野党どもが何の用だ。裏には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在処を皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。開けろ、トラ。ネギを発信した。Yeah!
い。お助けください。待たせてしまったな。お受け取りください。ソラ、お前は名馬だ。Thank you.